収穫なしか。やはり簡単じゃないな。根を上げるのが早いぞ。私など1年以上もこんな風に聞いて回ったんだ。素直に敬服するよ。俺は絶対ごめんだ。ああ、そこの君、聞きたいことが。悪いが協力できない。ここには余暇で来てるんだね。君たちの期待する情報は他で見つかるさ。うさんくさいやつだな。お前たち本気で灰ザメを狩ろうとしてるんだな。あんたバードンの部下の感じ悪かった人ね。この話教えるべきか迷ったが伝えとくよ。実はオオスナムシを避ける方法はないわけじゃないんだ。黄砂の火を利用すればいい。黄砂ってのはマグラの結晶を含んだ砂が風で吹き上げられる現象でな、この辺じゃたまに起きるんだ。次の黄砂は町の占い師によれば5日後だろう。その間は身動きしにくいのか、ほとんどの生き物が寝静まる。オオスナムシも例外じゃない。そこを狙えば安全にたどり着けるはずだ。ハイザメもこれを利用して出入りしてるのかもしれない。ありがたい情報だが、それならなぜあんたたちが利用しないんだ。大勢で行ったらさすがに起こしちまう。悔しいが俺たち田舎兵士の連徒じゃ少人数で灰ザメには勝てない。けどあんたたち自信があって来たんだろ。ああもちろんだ。期待してるよ。全滅されちゃあんたらを呼んだ隊長の面目に関わるしな。あと いいか俺から聞いたって他のやつに言うなよ。構わないの。なぜだ。というか昨日の会食で教えてくれていれば。一緒に行って案内してやれって話になりかねないだろう。冗談じゃないんだよ。そうか。とにかく頼んだからな。ようやく手がかりが舞い込んだな。オオスナムシが寝静まるなら願ってもない。5日後が黄砂の日だとして最短で型をつけたいとこだが、地図で見た限り日帰りはできない距離だったな。オオスナムシのいる場所まで一泊かかるとして、寝静まってる日を狙うとなると出発は4日後になるな。ニューラスにも知らせに行きましょう。なるほどな。オオスナムシがおとなしくなる日さえ知ってりゃなんとかなるってか。ならこっちも整備進めとくぜ。万が一の時はこいつの逃げ足が頼りかもしれねえしな。そいつか。王宮側の命令で乗せたんだが何なのかわからねえ。構造は魔導器と似てるが謎だ。変に触って壊さんでく。おい大丈夫か。何か光ったと思ったらお前さんも急にふらつくからびっくりしたぜ。しかしこいつが反応するなんてな。何かあったら困るし、今日はここで様子を見てってくれよ。おめえにぶっ倒れられても困るし、これも旅の安全のためだ。新王が決する日にまた一日近づく。旅は順調のようだね。目指すべき道を進むために必要な要素、魔法の目覚め、旅立ちの意志、支えとなる足、全てが揃いつつある。おかげで旅に必要な新しい力が目を覚ましたようだ。
話だ。僕が見たところ、外戦車の設備の中に一つだけ遥か古の時代に作られたものがあるようだ。今の時代には作り得ぬ遺物、神器と呼ばれる代物だな。失われた古代の魔法が秘められている。魔法の名は転移魔法。もし扱えれば大いなる見業によって外戦車は無二の瞬目となるだろう。面白いね。なぜかはわからないが、君はこの神器を使う資格を有しているようだ。こんなことただの偶然とは思えない。何者かの意志なのかもしれないが、さあ試しに思い浮かべてみるといい。君の知るここではないどこかの光景をね。なんじゃこりゃ。どうしたの？大声出して。え、この景色ってバカな。オート、夜まではマルティラにいたはずだぞ。ニューラス、お前が運転したのか。バカ言え、何日かかったか覚えてんだろ。一晩なんかで着きやしねえ。夢で見た？転移って魔法で風みたいに戻ったって言いたいのか。オートだぞ。それも外戦車ごと。外戦車、まさかあれのせいなのか。心当たりがあるのか。この車は王子のための特注品だが、一から俺が組んだわけじゃねえんだ。初めに謎の部品を渡されて、必ず乗せろと命令された。お前は昨日見たよな。心臓部にあったあれだ。昨日の晩一瞬だけ光って、目が覚めてみたらこうなってやった。そういやおめえがあそこにいた時に起きたよな。もしかしておめえが引き金か。ああ、多分そうだ。転移なんて魔法聞いたことがないが、確かに魔法以外では説明がつかないな。ちょっと待て。確かにここがオートなのは間違いなさそうだが、問題はそこじゃない。マルティラへ戻らなきゃまずいだろ。また同じ日数かかるんじゃだいぶ日程が押すぞ。ならいっそ同じ方法で戻れねえか試してみりゃいいだろう。あんなこと言ってるけどできそう？無茶は承知だが、やるだけやってみてくれないか。
知るっきゃねえ。マルティラだ。本当に戻ってきちゃった。信じられん。王の魔法の天変地異をもう一回見せられた気分だ。いや、そいつは逆なのかもな。王の魔法やこいつが異常なんじゃなくて、魔法ってのは本来はこのぐらいできるもんなのかもしれん。お前らの力だってそうだろう。常識ぶち破ってるからな。魔法には魔導器が不可欠って聖教の教え、嘘じゃねえか。そう言われると確かに。聖教からすればこんな規格外の魔法を引き起こす代物、明らかに教えに反した金製品だろう。なぜ王宮が。お、ちょっと待て。転移魔法というのは念じさえすればどこへでも行けるのか。もしかして地面を走って移動する必要はもうないってことなのか。例えば一気にブライハーベンまで行けちゃったりする。おい、試してみろ。何も起きないな。見たこともない場所へは行けないってことか。どこなら行ったことある。モンタリオはどうだ。いや、普通平民は三大首都なんて巡ったことないから。行ける場所に条件があるのかもしれない。この際いろいろ試してみよう。で、結局行けるのは実際に行ったことがある町だけ。やれやれ、とりあえず操縦士がお払い箱になる心配はないみてえだな。目的地をかなり詳しく思い描けないと使えないらしい。車窓から見ただけとか通り過ぎただけみたいな場所はダメだ。しかもそのために集中しなきゃならないから発動には時間がかかる。戦いから逃げたりすることには使えない。意外と不便ね。何を言う、いつでも王都へ補給に戻れるんだぞ。十分破格だ。しかも旅を続けて滞在先が増えれば行ける先も増えるだろう。確かに、マリアのところへもいつだって顔を出せるわけか。そう聞くと大した魔法だな。出どころ不明なのは気がかりだが、ありがたく使わせてもらおう。次の相手は賞金首だし、いろいろ準備も必要そうよね。出発は3日後よ。忘れないように。ないですか。よかった。では私はこれで。なあ、あいつ追わなくていいのか。ぶつかった時に何か取っていったぞ。ああ、グライアスの探検がなくなってる。とにかくとっ捕まえるわよ。早すぎじゃない？
さ。何か？さて、村だね。いい？さて、エルダの候補者？さて、ねえねえ
何が知りたい？
マルベノの指輪って知ってるか？はめたものを呪い殺す、いわくつきの宝だ。そんな品を欲しがる貴族がいて、そいつに恩を売っておきたいんだ。それを取ってこいってこと？絶対そっちの方が大変じゃない？じゃあ自力で取り返すんだな。向こうは相当な手だれだ、到底無理だろうな。何よその言い方。まさかあんたあの男の仲間じゃないわよね？面白い冗談だ。困った時はお互い様ってだけさ。お互い様ね。ま、決めるのは君らだ。確か人さらいの退治に来たんだっけ。私たちのこと知ってるのね。情報は何より強いからね。君らを知った上でいい取引を持ちかけてる。いいか、盗品は売られてしまうと探すことも難しくなる。俺ならその前に取り返してやれるか。それにも限度がある。急ぐことだな。一応聞くけど、その指輪ってのはどこにあるの？ここから少し離れたところにある墓だ。君らの凱旋者なら翌日には着くだろう。中には怪物が徘徊してるって話でね。ぜひとも腰に剣をぶら下げてる君に頼みたい。悪い話じゃないさ。そこには上物の武器が多い。その他にも金目のものが5万とある。それどこかで聞いた気がする。併合戦争で亡くなった兵士が装備ごと埋葬されたって。行くだけの価値はある。保証しよう。探検のためだしやるしかないけど、私この人ちょっと苦手。あとはあんたに任せるわ。妖精には嫌われたみたいだな。君はどうする？宝探しのついでに見てこよう。話が早くて助かるよ。俺はククルス。指輪は打ち捨てられた墓にあるはずだ。もちろん心ばかりの礼も考えておく。重要な依頼だ。頼むよ。待ってるよ。